ね、賃貸の張り紙がされてるんですよ。違うな、これ違うわ、これ販売だ。分譲の部屋の貼り紙だったわ。 1A、 この A って何だろう。 A 守るって何。2部屋何に 1? わからん。なんかね、今見たところ自分でタレを足して自分好みの味にするお店らしいです。ただスープにお酒が入っているので、弱い方はあんまり。なんか白と黒がありそう。白はオーソドックスで、黒はあの漢方使ってるらしいです。なんちゃら湯だよね、きっと。これこれなんちゃら湯じゃない。湯じゃない。130なのはね、これとこれ。麺はいらないか。食べたことある。うん。さあ、来ました。来ましたね。やばい、ドドン。なんか白いのもあったけど、こっちなのね。こっちだった。白いのは日本のやつだね。うん、この白いのは何の味。あ、白いスープが確かに、うん、これは黒いのと白いのがあるって言ったけど、これも黒いのだね。これは黒いのなんだと思う。はい、行ってみてください。身がぶつ切りになってます。いや、ほんまやで、ね、すごい。はい、そうね、伊達さん。何をつけてるの？汁飲む感じでいいんじゃない？わかんない、ちょっと飲んでみようかな。飲んでいただいて。汁、茶色いんじゃなかったわ。違うんだ。あ、本当だ。水がのいっただけで、中は透明でした。本当だ、透明じゃん。はい。酒でした。お酒になってんねんけど、ちょっとに結構な酒、うん、あ、結構な酒、これは酒です。お酒なんだ。お父さんちょっと飲んでみって言われたが、うん、酒っていうだからなんて言うんだろう、酔いどれどりっていうか、そうね、酒の中で似てるから。あー、なるほどね。柔らかくなってるから。あー、なるほど、理解。これってこの味ないんだ。あんまない。このストレッチ。あ、じゃあでも相当柔らかくはなってるんだな。わ、やばい。あ、ホロホロするじゃん。ホロ鶏だね。うん、じゃあ口入れて。これ何タレなの？これはね、醤油とあとちょっと辛いのも入ってる。いただきます。はよー。あれがセニキベイだ。食べてる途中にうまいって言っちゃう。やばい、このタレがすごい。あ、そうなんだ。お肉全然酒っぽくないみたい。へえ。めっちゃお肉が美味しい。それすごいね。鶏がね、もうブリブリよ。ブリブリ、うまい。めちゃくちゃ新鮮な鶏使ってるから、日本で食べたことないやつ。あ、そうなんだ。一応なんか唐揚げとかもさ、まあ、確かに台湾風な感じってあるけど、なんかさ、あ、ありがとう。これに似た日本料理ってないよね。ない。ね、ない。ほんとに台湾の料理って感じ。そのスープ見る。はい、いただきます。うん、わ、お酒だわ。ね、お酒だよね。汁は飲むもんじゃない。そうかもしれない。でも
あのパンってすぐ取ってみたからね、うん、めちゃくちゃ美味しいわ、ね、もう一種類ね、あ、辛いのね、これは多分辛いと思うんだけど、ね、私が朝止まったやつ、あ、美味しい止まったやつです、止まったやつですか、うん、この調味料が欲しいです、うん、美味しいね、なんかね、これがね歯応えがすごくて、なんかふざふざとしてんの、うん、めっちゃ美味しい、感じね、そうそう、うん、あ、うまっ、うん、うまい、うまい、美味しい、これ行列できるわ、うん、うまっ、うまいね、うん、うん、あ、うまっ、うまい、先輩ね、今このタイミングですごい秘宝なんですけど、皮めっちゃうまいです、え、皮尋常じゃないです、皮尋常じゃなくうまいです、今ちょうど皮の話しようと思って、本当？皮めっちゃうまいよね、皮すごい、なんか、え、すごいね、こんだけ煮出されてるから油っぽさがない、そうそう、本当なのに、うまみだけがなんか、ただすごい、これしゃぶっちゃう、いいな、今日もなんかさ、ここって決めたところ全部よくわかんないけど吹っ飛ばしてさ、並んでるから入ろうって食べて、そう、なんか作れるから作ろうって作って、いいな、大人っていいよね、自由だ、自由だよ、これが修学旅行じゃ賞はいかないぞ、修学旅行はね、自由時間40分です、40分みたいな、あれもやってこれもやってきたね、大人はいいぞ、大人はいいぞ、早くなろうな夢があるね、夢がある、大人はいい、生活整理好きなことやって最高だわ、あたし夢を見ているのかな、あ、釣り餌、エビをエビで釣る、釣るんだ、そういうこと、嘘、エビでエビを釣る